今日はね、皆さんに私が大好きな、ダラスのラーメン屋さんをちょっと紹介したいなと思っております。これね、髪切ってさっぱりしてる、様子ですね。知り合いに、紹介されて、アービングの方でね、髪を切ってくれる人がいるっていうので、髪切ってきたんですけど、その帰り道ということです。プレーノからアービングってね、3、40分ぐらいかな、かかるんですけど、結構南の方に行く機会ってあんま多くないんで、せっかくだからちょっと美味しいもんでも食べて帰ろうかなという感じで、意気揚々と運転してるのが今こちらの様子ですね。いやでもね、こうやって見るとテスラやっぱり上空の空がね、こうやって綺麗に見えて非常にいい景色ですよね。で、その店なんですけれども、名前がですね、1号ラーメンというお店になってまして、どれぐらいだろう、2、3年前ぐらいかな、できて、で、もともとね、ダラスのダウンタウンにあるディープエルムというエリアに、オープンしたお店で、前にね、楽しいラーメンっていうところがあって、その跡地にできたお店ですね。で、もともと店主の方はね、一蘭だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、人気ラーメン店で修行されて、で、ダラスの方に引っ越しされて、店をオープンしたという、そういうお店になってますね。で、今ね、これ向かってるんですけれども、こんな感じで快晴なんですけれども、結構ね、この日寒くて、もうマイナス1度とかマイナス2度ぐらいですね、日中でも。結構寒かったんで、ラーメン日和という感じですよね。近くでね、パーキング止めて向かってる様子ですね。結構寒いとかってつぶやいてますけど。で、こうやってね、ディープエルム、ストリートパーキングいっぱいあるんですけど、なんか日中でもやっぱり結構車が止まってるって感じですね。はい。で、ここのね、なんかね、ちょっとね、わかりにくいんですけど、急にこんな感じでラーメン屋が出てきます。で、店構えもなんかね、しっかりしてて、ちょっと入り口のドアが重たい感じですよね。1号ラーメン。早速入っていきます。でね、店入ったらね、仲良くさせていただいてる店主の、元店主の奥さんの方かな、いらっしゃいました。で、店内ね、こんな感じで、おしゃれなんですよね。いつもね、綺麗な花が飾ってあります。で、ここはね、バーエリアですね。バーね、飲む人も結構いるみたいで、ここも人気ですね。ラーメンちょっとね、注文、する前にですね、このレンゲでかくないですかこれこのサイズのレンゲ見るのもこの店だけなんですけど、この大きいレンゲ結構僕好きですね。はい、こちらメニューなんですけれども、ラーメンね、ここね、いろんな種類あるんですよ。上からですね、鶏白湯、ゆず塩、煮干し醤油、モダン醤油、辛豚ひき肉醤油、味噌、もう結構いろんな、豚骨以外は何でもあるんじゃないかな。でね、ここがすごいのはね、何食べても普通に美味しい。もうね、アメリカで食べたラーメンの中でトップ3には入るんじゃないかな。もう全部美味しいって感じで、本当にね、毎回来るとね、何頼もうか迷うぐらいなんですよね。で、僕はね、大体でもね、2つ好きなものがあって、1つが、味噌ラーメンですね。で、ここ珍しくね、味噌ラーメンおすすめというか、アメリカだとかなり珍しいと思うんですけど、それとね、煮干し醤油ラーメンというのがありまして、大体ね、この2つにね、落ち着いちゃいますね。ラーメン以外にもね、こうやってご飯物もあったりして、チャーシュー丼とかひき肉丼とか明太子ご飯とか、あとはね、今月のスペシャルということでね、なんかニンニクポークリブ醤油ラーメンという結構豪快なラーメンを出しているということでしたね。最終的に煮干し醤油ラーメンと辛豚ひき肉丼っていうのを頼みましたね。でね、店内にこうやってね、西山ラーメンって書いてあるんですけど、ここのね、ラーメン日本から空輸してきてるんですよね。で、北海道で有名な製麺所で西山ラーメンというところがあって、そこから直接空輸しているということみたいですね。はい、ということで早速ラーメン到着しました。こちら煮干し醤油ラーメンですね。そしてこちらも豚からひき肉丼ですね。いやー、このビジュアルインパクトありすぎでしょうこのね、濃い醤油の色めちゃくちゃいいですよね。で、あとね、ここの特徴はね、チャーシューがとにかく分厚い。このね、分厚いチャーシューが2枚入っててね、もう食べ応え抜群って感じですね。でね、正直ね、普段はね、ラーメンしか頼まないです。ちょっとね、今回動画ということでね、イキっちゃって丼も頼んじゃったんですけど、結構丼もボリューム多いので、正直ご飯だけでもよかったかなと思ったんですけど、ちょっと YouTube 仕様ということで多めに頼んでしまいました。でね、ここまずね、スープ一口、うまいと
心の叫びが聞こえてきますね。でね、ラーメンこうやって見ていただくと分かるんですけども、縮れ麺でもう黄色みがかった昔ながらのこう中華そばとか、まあ、ラーメンっていう感じの、スタイルでね、めちゃくちゃ美味しいんですよね。なんかね、麺がやっぱり、ね、歯ごたえがねしっかりしていてシコシコして、小麦の香りもね非常によく感じられるので、であとねこのねチャーシュー、ここのチャーシューほんとねめちゃくちゃ分厚くてね、しかもね出す前にですね、こう炙ってくれてるんですよね。なので結構この焼いた香ばしさなんかも感じられて、でもチャーシュー自体はもうほろっとして味もすごい染み込んでてね、美味しいんですよね。もうこれと、ラーメンすすれば、この寒いダラスでももうめっちゃ幸せって感じですね。でこっちのね豚ひき肉丼、これもね結構しっかりとねピリ辛の味付けになってて美味しいですね。でこのね醤油ラーメンが結構ねちょっと甘みがあるというか、味付けがね醤油が立ってるんですけどちょっと甘いっていう感じに対して、こちらはもうがっつり、豚の旨味と、唐辛子の辛さが際立ってとても美味しい組み合わせになってますね。でねこれね丼ほんと大きいんですよ。多分ね吉野家の普通の並盛りぐらいご飯量あるんじゃないかなって感じで、いやでもねもうほんとね昔ねダラスにラーメン屋さん、僕が来た2016年なんて多分ね日本人がやってるラーメン屋なんてほとんどなかったんじゃないかな。であったとしてもなんか韓国人がやってるような豚骨ラーメンなんだけど、なんか豚骨って書いてあったりとかねあともうなんかこれレトルトとそんな変わんないんじゃないかみたいな、そういうクオリティのラーメンが結構多かったんですけど、もう最近はねもうここ1号ラーメンもそうですし、あと近くだとなんかアキララーメンとかですね、であとはまあ全米展開してるモングループの、モンタとかね、結構いろんなラーメンが出てきて、本当にもうダラスに住んでるのを忘れるぐらいね日本食充実してるんですよね。むしろなんか日本にいるよりラーメン食ってんじゃないかなっていう気がしてしまうくらいですね。で結構ねロサンゼルスとかやっぱニューヨークは本当ラーメン激戦区っていうイメージだと思うんですけど、ダラスはねラーメンのクオリティが高い店がとにかく多いんですよ。その数の割にめちゃくちゃ多いって感じで、で僕はここのね1号ラーメンができた時もう本当びっくりしましたね。こんなに美味しいラーメンがダラスで食べられるのかっていう感じで本当感動を覚えたくらいですね。ここのお店はもともと店主のねジョージさん、伊藤ジョージさんっていう方が始められたお店なんですけれども、ジョージさんは残念ながら、2021年かなちょっと病気を患ってしまって、亡くなってしまったんですけれども、今はね、その奥様のミエさんと、娘さんのエマさんが、店を切り盛りしています。ジョージさんがいらっしゃった時から、よくねこのお店通ってて、非常に好きなお店なんですけれども、その後ねミエさんとエマさんになってからもねラーメンの味は変わらず、かつね接客も素晴らしいということで、僕はこのダラスの中でも本当に観光とかでね友達が遊びに来た時は必ず連れて行くお店という感じになってますね。これで最後完食となるわけなんですけれども、この2つ食べて、チップ抜きで22ドル、チップ入れて25、6ドルぐらいかなという値段になりました。ラーメンだけだと13ドルとか4ドルぐらいということなんで、ダラスの中だと、これぐらいが相場なのかなという感じがしますね。ロサンゼルスとかニューヨークに比べると、もう少しリーズナブルかなという印象ですね。でね、もうラーメン食べ終わってもうホクホクで、帰り道という感じですね。こんな感じでこれからも、地元の美味しい店なんかもちょっと潜入して紹介していきたいなと思いますので、ぜひ動画へのいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。